三戸久氏は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将、海軍省廃止時の海軍次官、潜水艦の権威者であった、現在の広島県広島市出身、村長三戸京平の長男として生まれる、1912年旧青州道中学校を卒業。1914年12月、海軍兵学校卒業。 1921年11月、海軍水雷学校高等科卒業。1924年、旅27潜水艦長。1927年、海軍大学校卒業。旅67潜水艦長、旅51潜水艦長、連合艦隊参謀などを経て、1931年海軍、中佐、第7潜水隊司令などを歴任し、 1936年海軍大佐。1940年カトリ艦長。1941年第6艦隊参謀長に転じて太平洋戦争海戦を迎える。1942年第1潜水戦隊司令官海軍少将。1943年に海軍省人事局長。1945年5月に第4特攻戦隊司令官となり。 終戦を迎える。同年11月1日に、いわゆるポツダム昇進によって、海軍中将に昇進。11月20日に、海軍時間に就任して、11月30日の、同省廃止に伴う、予備役編入まで務めた。12月1日以後は、第二福音賞時間を同庁が廃止される1946年6月15日まで、務めた。 戦時中の日本海軍潜水艦による小戦撃沈時に捕虜となった乗務員が殺害された戦争犯罪に関して昭和18年3月20日付の第一潜水戦隊命令において乗務員の徹底的撃滅を指示していたことから先犯裁判にかけられた。三個は命令書は偽造されたものだと主張したが1948年12月に 金庫8年の判決を受けた。1955年2月に釈放された。決戦特殊選考艇、P40 修道学園誌201ページ、NHK エノスペ、日本海軍400時間の証言、NHK オンデマンド、2014年1月8日閲覧、ありがとうございます。